どうも大輝です。今回はプロフィール動画というような形で、僕の生き様、あり方を配信したいと思います。今日は自分のプロフィール動画作成みたいな感じで配信していきたいと思います。ちょっとなんか硬い雰囲気になるかもしれないですけど、最後まで見てください。あとコメントとかチャンネル登録、コメントどんどん入れてください。お願いします。全部答えます、多分。ではどうぞ。まずは私の生き様というか、あり方についてちょっと説明します。私は今地方創生を目的とし、北海道の魅力を発信するために地元釧路を離れて札幌にいます。私は第一に人が好きです。いろんな人がいます。いろんな考えがあります。いろんな幸せがあります。それらを感じるのがとても好きです。そして地元や北海道が大好きです。育った地元は良くなってほしいなと思います。もちろん今が悪いという意味ではありませんが、それとスポーツが大好きです。スポーツにはたくさんの可能性というか魅力ですね、がたくさん詰まっていると思ってます。スポーツは人として成長させてくれるのもそうですし、感動や勇気、希望も与えてくれます。そんな私ですが、地元での生活は大変満足していましたし、安定感もあり毎日充実していました。しかしそんな中、北海道ならではのスポーツアイスホッケーが活気がなくなっていくのを目の当たりにしました。北海道が好きでスポーツが好きな私にとって悲しく残念な気持ちでした。自分はこれに対して何か貢献できないか、北海道をスポーツで盛り上げることができないか、そのことによって幸せに感じる人はたくさんいるのではないか、そう感じました。そしてまだまだ自分にはやれること、自分にしかできないことはあるんじゃないかと思い、2019年8月に13年間のサラリーマン生活を辞め、自分で持っていたフットサルチームも辞め、サッカーやホッケーも辞め、すべてを置いて札幌に出ることを決意しました。札幌でどのように活動していこうか考えているうちに、たくさんの仲間が集まりました。そう、仲間をたくさん作り、みんなで北海道を盛り上げていく。それが私の夢であり、できることです。現在はアイスホッケーの普及活動と北海道の改善について発信しています。具体的にはアイスホッケーの普及活動として、長靴アイスホッケー連盟を札幌に立ち上げます。これは多くの人が気軽に始められるスポーツであり、アイスホッケーリンクに馴染みを持ってもらうこと、またアイスホッケーに興味を持ってもらうという入り口になると思っています。まあ、普通に長穂自体も面白いんですけど。次に、漁師町出身ということで、北海道の海鮮は美味しいんだっていうことを世の中にもっともっとたくさん広めたいと思いました。漁師さんとのつながりも多くあり、漁場直送という強みを生かして、その地域おすすめの旬なものをたくさんの人へお届けしたいと思っています。まだまだこれから北海道の魅力をたくさん発信していきたいと思っています。そのためにはたくさんの仲間の協力が必要です。北海道の魅力を共に発信してくれる人を日々探しております。皆さんの応援コメント、いいねボタンが私の生きる力となっております。どうぞよろしくお願いいたします。